こんにちは。ずーっとやりたかったこの企画、ゴシップガールで学ぶナチュラルイングリッシュ。 XOXO Gossip Girl。ゴシップガールとは何か説明したいんだけど、まずこれはアメリカで2007年から2012年にかけて全話が多分、120話から121話だったかなぐらいある、もう大量生産の大人気ドラマシリーズの、もうね、私が出会った中で衝撃を受けたドラマの一つであります。こういうニューヨーカーはアクセントの仕方をするのかとか、もうね、まず早いのね、喋り方がニューヨーカーは。だからこの速さになれたら、多分他のアメリカとかイギリスとか行ってももうどこでも通用する耳になってるだろうなと思って、すごいゴシップガールを勉強材料として使うのはすごいいいことだと思う。まあ、他のドラマもいっぱいあるんだけど、ゴシップガールのいいところは、英語をもう分かってる人でも、なんて言った、何ってなるの。早すぎて言葉と言葉をめっちゃくっつけるのね、このキャラクターたちが。クソと思うでしょ。でもすごい耳が良くなる。早速やっていきましょうかね。 And I should never push you to do this whole thing in the first place. Actually, I'm glad you pushed me. It ended up being a very important day for me. I just thought it was going to be more fun. I know. Me too. Go away. この金髪のセリーナが言ってる言葉が、I should never push you to do this whole thing in the first place. 促すじゃないけど、この押すことによって、なんか、あ、頑張れ、みたいなことを push you って言います。ブレアが、Actually, I'm glad you pushed me. あ、私は嬉しいよ、あなたが、そうやって押してくれて、てか、なんかめっちゃ言ってくれて、みたいな。で、その次、めっちゃ大事なとこ。She said, It ended up being a very important day for me.Important むずいね、これ。Important むずいよね。ここでとても重要な文法が出演します。End up being で、何々が結果的にこうなったみたいな。なんだろうな。例えば私が悪いことをしました。で、刑務所に入ります。I ended up being in jail になるの。この事件が何かしらあって、ここになったから。で、この時に、end up 何々を使う。文法の説明むずい。でも、そういうこと。これはめっちゃ使う。結果論を言うときに、end up 何々 ing は、もうね、もうマスト。これは覚えとったらいいね。 Don't let some stupid scandal make you run away like it did me. You're a Waldorf, remember? People don't tell you who you are. You tell them. セレーナが言ってるのが、Don't let some stupid scandal make you run away like it did me. こんなバカなスキャンダルで、あんた逃げちゃダメよみたいな、こんなスキャンダルのために逃げんのみたいなことを言うてんねん。 People don't tell you who you are, you tell them. ここ人々はあなたが誰かは言わないみたいな、あなたが言うのよみたいな。何これ、めっちゃいいセリフじゃない。なんか日本語にしたらなんかちょっとなんかね、毛がなんかついてる。日本語にしたらちょっと変になるんだけど、英語だと、何これかっこいいんですけど、無理。あんたがあんたの価値知ってんでしょみたいな。人々に言わせんなよみたいな。あんたが言ってくのよみたいな。Oh my god! I didn't sign up for some creepy love triangle with you and someone's mom. She's giving me money. I had no other option.これはネイトとバネッサの切ないシーンだね。このネイトってさ、イケメンいるじゃん。私普通にネイトってずっと思ってたの、シーズン1。でも途中、シーズン1の途中でなんか友達がいきなり、ネサニオって言ってたの。こいつ本名ネサニアルなんか。バネッサのこのセリフ。I didn't sign up for some creepy love triangle with you and someone's mom って言ってんのね。この sign up for で、直接の意味はこうサインすることなのね。この契約書みたいな感じで、あ、これサインして、これにアグリーしました。これを私は認めますっていう。ここでのクリーピーは、なんか引くぐらいみたいな。なんか引く愛みたいな。え、何それ、え、キモキモ、キモ、あ、キモ、あ、無理。え、何その変な、なんか普通じゃない声みたいな。やだやだやだ。そんなの私は違うわ。やーみたいな感じ。和製英語って簡単じゃない？なんか、トライアングル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 。で、この最後のネイトの切ないセリフ。I just had no other option. もう、他に
選択肢がなかったんだ。これめっちゃ使える。I just had no other option. 使おう、これ。悲しい時に使おう、みんなで。ネイトのためにも。I think that maybe sometimes I test you. You know, I keep thinking that if things get too hard, you'll give up on me. But you never do. If we ever do jump in again, that'll be it. We either sink or swim. We won't get another chance.セリーナとダンっていうのが、もうほんとね、くっついたり離れたりくっついたり離れたりするの。覚悟すんのよ、お互いが。もう、今回はもうほんとに腹をくくって、ね、しなきゃ、交際しなきゃ、またバカ見るよ、つってんねん。な。セリーナが最初に言ってるのが、I think that maybe sometimes I test you.I test you で、なんて言うの?Google さんはあなたを試してんのよみたいな。試す。今日日本語学んだね。あなたを試してんの。I test you ね。If things get too hard, you give up on me. Give up on something で、何々に対して諦める。だから、give up on me は私を諦める。give up on you はあなたを諦める。give up on dancing。ダンスすることを諦める。これさ、give up ってさ、日本語でも言うじゃん。でもどうやって英語で使っていいかわからないみたいな時あるよね。そういう時にこの give up を覚えとくと、もうすぐストラーって出てくる。で、引き続き、セリーナが、If we ever do jump in again, that'll be it. We either sink or swim. We won't get another chance. この、either、まあ、either でもいいんだけど、either or、この場合、沈むか、泳ぐかみたいなことを言ってる。だけどこのままうちらはこう沈没しちゃうのか、このまま頑張って泳ぎ続けるかみたいな、すごいいい表し方だよね、表現の仕方。 I made your breakfast. I have to go, but remember we don't have any servants here. So if you see anybody else in the loft besides me, call the police. It's not the chef. Good to know. I have to go, but remember we don't have any servants here. Servants. これはなんか家で、まあ家政婦さん的な感じだね。サービスをする人。サービス、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 みたいな感じで覚えるといいかも。で、これ、複数形で、サービスになってくる人だと、あ、サービス。で、でも大丈夫。It's not the chef. Okay. So, if you see anybody else in the loft besides me, besides me は、私以外。以外ってなんだろうみたいな。え、ってなった時に、besides。besides me, call the police, it's not the chef. Good to know. Good to know.No は、例えば誰かがいい情報を私にくれました。その時に、Oh, good to know. って言えば、この会話が成立。これを使えたらもうめっちゃナチュラルだと私は思うね。I know I've hurt you, but I still love you. I've lost track of it at times. I've made mistakes. I've made massive, heartbreaking mistakes. But I've never stopped loving you. 落ち着け自分。たかがドラマ。キュンキュンする。 I know I've hurt you, but I still love you. I've lost track of it at times. Lost track. これの、原型が lose track っていうのね。これは、今までは、こう、意識的にやってたんだけど、時が経つにつれてなんか忘れていっちゃうとか、at times っていうのが sometimes みたいなこと、なんか時々みたいな。I've made mistakes. I've made massive heartbreaking mistakes.But I've never stopped loving you. 言われたらどうするマジで。私マジ死ぬんだけど一気に心が。Massive. クソでかいで。もう。Massive. みたいな覚え方。めっちゃ Massive やん。あんた、なんでこんな Massive なん?あんたのおっぱいなんでそんな Massive なん?みたいな感じで覚えればいいと思う。で、Heartbreaking は心がもう粉々になっちゃうみたいな。Heartbreaking.Now that Georgina's done, so are you and I. She was the last thing we had in common. Break a leg. I think I just did. She was the last thing we had in common. Have something in common で、共通のものを持ってるみたいなことを言う。なんかめっちゃ抗議してる人みたいじゃない?英語の。このゴシップガールっていう番組で本当一番もう心に染みるなーっていうのがこのナレーションなんだよね。お笑い界で言うダウンタウンみたいな。But whether your family is happy or unhappy, it's always best to stick together. Because some ties are simply unbreakable. XOXO, Gossip Girl. Whether your family is happy or unhappy, it's always best to stick together. Stick together っていうのが一緒にいるみたいな、もう離れないみたいな、もう Stick together! ボー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  Stick together って私は覚えた。
高校生の時。今日紹介したシーン以外にも本当に勉強できる要素がいっぱい詰まった作品なのね。でもう早いし喋り方も本当聞き取りづらいと思うんだけど、ぜひネットフリックスにもあるけんね、見てほしい。みんなでじっくりゆっくり英語勉強していきましょう。ではまた来週。